格闘技オリンピック2のですね、はい、最大の注目といえばこれアンディ・フグ選手が聖堂会館のマットに初めて登場したってことですよね。そうですよね。まさかね、みんなまさかっていう気持ちを持ってこの試合を見に来たと思います。本当にアンディがマットに立つまで信じられない感じでしたね。そうですね、はい。で対する対戦相手は聖堂会館屈指のテクニシャンと言われている柳沢選手なんですけども、はい、角田さんが主審をやられたんですよね。そうですね。当初はですね、はい、この時期私はリングスの試合とちょっと日程的に重なってたもんですから、この試合は出なかったんですが、当初は、アンディと私がというお話もあったんですけども、これは今だから話せるんですが、柳沢君には大変申し訳ないんですけども、私としてはまず柳沢君に一度やっていただいてですね、それを主審という一番近い、誰よりも一番近い場所で見て対策を立てようと。なるほど。そういう裏話があります。はい、で実際近くで見てアンディ・フグ選手というのはどう思いますか？今回ですね、ワンマッチということもありますしね、調整が非常にできてきたんじゃないですかね。第4回大会準優勝した時から、そのみんなのすごい期待を受けて出てきた第5回世界大会っていうのはね、すごいオーバーワーク気味だったと思うんですよ。そうですね、ちょっと元気なかったですね。で動きも精細ないし顔色悪いし、はい、その体調的なものもありますけど、メンタルの部分でもね、すごいプレッシャーもかかってたと思いますしね。そういう意味ではこの試合っていうのは十分に調整ができて、で臨んだ試合のように僕には映ったんですけどね、はい、でも蹴りが速くて重そうですよね。重いですよね。脚力が異常に強いんですよね。ですよね、はい。普通かかととしたら本当に美味しい技っていうか、美味しいんですけどね、こういう技出してくるやつはカモなんですけどね、アンディは決まっちゃいますからね。決まっちゃいますんでね。その辺はどう違うんでしょうか。だからそのね、それ逆にそのフェイント技っていうのはね、僕らはそのフェイントをかけておくのを待ってカウンターを取っていけるんですけどね、だからそのかかと落としが殺し技だっていうイメージがあるだけで、もう柳沢君これ半分ぐらいこう体力入っちゃってるんですよね。ああなるほどね。このハイキックがね、これで目尻がもう切れてるんですよ。これ誰も分かってなかったんですけど、アンディが切れてるよって指摘するところら辺は憎いですよね。すごいですよね、こういう形で切れるのも本当に珍しいんじゃないですか。そうですね、目尻が、あとでスローが出ると思いますけど、右のハイキックがですね、まぶたのところを捉えてますよね。でアンディ・フグ選手はこういう時にもちゃんと正座してですね、武道家っぽいものすごいイメージがありますよね。あのね、日本人以上になんか侍の精神を持ったというかですね、日本人が忘れかけているそういったオスの心をですね、十字を切ってオスという、なるほど、ね、これはもう石井館長も本当に感激してらっしゃいましたですけどね、はい。柳沢選手はこの前アンディ・フグということでかなり練習は積まれたんですか？彼もですね、皆さんご存知の通り証券マンという激務がありましてですね、はい、いかにまあこの不況バブルが崩壊の時期とはいえですね、大変ですよね、大変遅くまで仕事してますんでね、だから練習しててもですね、角田先輩練習しても足がつらなくなりましたとかこういう状況でお前大丈夫かという話をしたんですけど、ちょうど柳沢選手はこの頃が新婚ですか、結婚する前でしたっけ？これはまだ結婚する前だったんじゃないかな。あ、もうすぐ結婚って時だったんですね。そういう時期ですよね。ぜひとも勝ちたかったでしょうね。そうですね。アンディ・フグっていう選手に対して、はい、この後は角田選手が戦うんですが、はい、対策としたらどういう戦いをすればいいんでしょうか、ね、ですね、かかと落としと言われてますが、結局はオールラウンドなんですね。かかと落としの他にも後ろ回し蹴りとかですね、回し蹴りも非常に強烈でですね、そうですね、ただその間合い、だからアンディを崩すとすれば間合いしかないと思うんですよ、で彼自身得意な技しか練習してないようですのでね、接近戦に入ると彼自身がどうやって戦っているのかわからないような状況に入ってしまうんですがね、ただその桁外れた脚力とかですね、その運動能力がありますんでね。なるほどね、ラウンド2。2ラウンドなんですけども、はい、アンディ・フグ選手っていうのはどちらかといえば日本人の今のスタイルの空手ではないですよね、はい、そうですよね。で彼自身も言ってるようにその、彼のかかと落としというのは、その今いろんな話があってですね、テコンドーの蹴りからとかいう話もあるんですけど、彼自身は全く自分のオリジナルだ オリジナルと、いうふうに言ってますよね。この後ろ回し蹴りが早いんですよね。早いですね、円で動いてますよね。そうですよね、スムーズなんですよね。なんか普通今の日本でやってるフルコンタクト空手っていうのはブロックして打ち合うって感じが多いんですけど、はい、彼の場合は全部かわしながら技をつなげてきますね。紙一重のところでっていうね、はい、この辺が非常に武道的だっていう感じがしますね、はい、体もめちゃくちゃいいんですよね。もうすごいサイボーグっていうか、なんか本当
あの戦うマシンのようなね、完成されたなんか精密機械のような体をしてるんですよね。やっぱあの今の世界の空手の中でですね、技術的には本当に最高峰って言っていいでしょうね。最高峰でしょう、最高峰だと思います、角田選手もなんかあのアンディ・フーと戦った後は、はい、今まで一番強かったって言ってましたよね、あの本当に強いと思ったのはこの人が初めてですよね。はい、なるほど、柳沢選手はこの場合どういうふうにすごいですね、かすてますでしょ、だから柳沢君もどうしていいか分からなかったと思うんですよ。そうですね、でただ彼の場合ね、本当に過酷だったのはこれ普通体の試合ってこう3分終わるごとに判定取っていきますよね、この試合はKO で決着つかない限り5ラウンド全部戦わないといけないですからね、もう途中で柳沢選手が殺されるんじゃないかっていう悲鳴もですね、上げられましたからね。そうですよね、だから本当に、ね、彼としてはもうなすすべがなかったというのが本音なんですよね。ただ柳沢選手のすごいところはこういうところセンスでかわしてるんですよね。そうなんですよね、抜群のセンスですよね、だからまあ格闘技の世界でもしという言葉はね、禁物なんですけど、もし彼がですね、プロの道を歩んでいたらですね、また違ったそうですね、そのぐらいの人材ですよね、なんか見ててやっぱりあの柳沢選手とアンディ・フグ選手というのは基本的に噛み合いますね、噛み合いますよね、空手が、だから柳沢が佐竹を破った頃のですね、柳沢とそうですね、このアンディの試合が実現しているのもっと面白い試合だったでしょうね。このかかと落としもなんかあのいろんなバリエーションがあるみたいですね。あるみたいですね。ただポイント的にですね、狙ってくるのは1箇所なんですよね。だそこをだからどこから出るかわからないとはいえですね、今のかかと落としがかすりましたけども、あの時にね、柳さんとアンディがね、あ、これですね。これですね。この今のかかと落としでですね、アンディが2人に見えたらしいですよね。だからね、絶対に後ろに引いちゃっちゃダメなんですよ。あ、なるほどね。来たんですけども、ね、これまであのかなりアンディ・フー選手にかかと落としをはじめいろんな技を受けてですね、柳沢選手よく立ってましたよね。そうですよね、これが本当に柳沢のね最後の意地ですよね、KO 負けだけはしたくないっていう感じですよ ね、はい、普通やっぱり投げてしまったりする場合もあるんですけども、そうなんですね、倒れてしまえばね、本当に楽なんですよね、その辺は感心しましたね、はい、この政権付きも強かったですね、強烈ですね、柳沢の胸がへこんだっていう、はい、だから柳沢がこうやって自分から場外に逃げていってしまうなんて考えられないことですからね。そうですね、はい、あ、なるほど、場外注意取りましたよね今ね、はいはい、もうこの辺は本当にどうしようもないって感じでしたね。もう本当にお手上げですよね、でこの後あのアンディ・フグ選手はトーナメントに出て、はい、結局初めて制度改革の中で外人の選手が優勝したんですよ ね、 ですよね。私が仇を取ると言っていながらですね、あれもいい試合だったんですけどね、返り討ちになってしまいました。まあやっぱりこれからは当面の目標としてはアンディ・フグってなってくるでしょうね。そうですね、制度改革としてはそうですね、これはもう絶対にね誰かが仕留めないといけませんよね。そうですね、今これですよ ね、 これはね、やめの声がかかって場外だったんでね、ポイントは取りませんでしたけども、事実上技ありですよね、これはね。今なんかあれフェイントのかけ方がすごいですね。すごいですよね、普通あそこから出ないんですよね、だからその強靭な足腰のバネとですね、脚力がないとですね、これかなり効いてますでしょ。効いてますよね、だから見えるかっていうことでね、私も柳井さんの意識を確認してるんですけど、ちょうどあの石井館長とかリングスの柳選手のいる目の前だったんですよ ね、 すよね、危ないと思いましたね、ただ本人に言いますとね、この蹴りよりも先ほどの2ラウンドのあそうですかもらったかかと落としの方が強烈だったということなんですよ ね、 ね、当たるところでしょうね。この間合いの詰め方もツツッと入ってくるのが早いんでしょうね。早くてですね、しかもその
アンディね、片足上げて立つんですよ。そうするとね、なんとか見てる方はですね、あれなんとかできへんのかなっていう感じがあるんですけどね、僕これアンディと技術ビデオの撮影の時にですね、立ち会った時に、彼が片足上げてですね、僕の体を押さえつけた時の脚力があまりに強いのでですね、これかと、これじゃ入っていけないわなっていうね、隙がないんですよね、スーッと入ってくる時になくて、その尋常じゃない脚力ですよね、左の突きからこのローですよね、完全に柳さんが後ろを向いちゃったからね、恐るべきプロデビューですよね、ですよね、はい、もう翌日なんてあの柳沢選手がかなりダメージ受けてたんじゃないですか、受けてまして朝一番でね、臨みに乗って大阪帰りましたけど、それでもね、柳さんが偉いところはね、悲壮感がなくてですね、角田先輩昨日はひどい目に遭いましたってなんか二日酔いでもしてるようなねそういう感触なんですよね、今のもねもうされてますね、ちょっと抜いたら残念抜きましたからね、これも場外注意ですよね、で結局5ラウンド終わって判定となったんですね、技ありをね、アンディが1本取ってますので、ただまあ内容的にはアンディ・フグ選手が圧勝でしたよね、ワンサイドでしたけどもね、まあ、柳さんもよく頑張りましたし、はい、まあ、日本人のファンとしてはぜひ、はい、今年の大会では、はい、アンディ・フグ選手に誰か勝ってもらいたいなっていう、ストップ・ザ・アンディがね、世界観の多くのテーマになりましたね、あともう一つは柳沢選手にぜひ復活してもらいたいですね、柳沢君がね、東京のねイメージを変えたのは事実ですから、待ってるぞ